野田樹潤選手16歳が2022年4月23日、24日、イタリアモンツァで開催されたドレクスラーフォーミュラカップ第2戦に臨み、レース2で予選34番手から追い上げを見せ、11位でフィニッシュ。自身今季初戦でごぼう抜きを見せ、楽しいレースだったと振り返った。雨が降ったり止んだりする難しい天候の中で、路面が乾ききっていない状態で迎えることになった。ドレクスラーフォーミュラカップは出場台数が多く、39台、予選でクリアラップを取るのが難しい中、ギリギリでクリアラップを取れそうなタイミングでアタックしたところ、まだ縁石が乾ききっていない状態で前の車両がスピン、避けようとしたジュジュ選手もクラッシュ。このアクシデントとこの直前に走ったわずか2周が予選成績となって34位に終わった。予選と同じ日に開催されたレース1は修理が間に合わずピットスタートとなり25位完走だった。レース2では冷静にアクシデントを回避したりパッシングをしたりきっちりできることをこなせたと手応え十分に感じたようだ。次はしっかり予選で前に行きたいと課題も挙げた。ドレクスラーフォーミュラカップは欧州のトップレーシングチームの車両に採用されている駆動系部品のメーカードレクスラー社が2013年から主催するシリーズ F3、フォーミュラルノー、F4 などの3カテゴリーが混走し、欧州6カ国で8大会16戦が予定されている。ジュジュ選手は W シリーズのスケジュールを優先し、空いている時期にスポット参戦する。参戦車両は F3 と記載されているところも多いが、フォーミュラーリージョナルで F3 と F4 の間の車格で F3 が自然吸気 V 型6気筒 3400cc のエンジン380馬力に対して、フォーミュラーリージョナルマシンは 1750cc 直列4気筒インタークーラーターボエンジンで270馬力と小さい。出場レースは随時決定していくことになる。ジュジュ選手は2022年はW シリーズに参戦、主戦場で戦っていくが、W シリーズはフリープラクティス時間が30分と短く、多くの選手が他で練習走行する。ジュジュ選手もサーキットをただ練習走行で走り込むよりは実戦を経験する方がいいと考え、ドレクスラーフォーミュラカップに参戦する。ドレクスラーフォーミュラカップは W シリーズが開催される F1 のサーキットと重なり、コースを覚えることができることもあり、総合的に考えてこのカテゴリーに参戦することにした。